その美しさは雪のように白く優しく、触れたら消えてしまいそうだった。渦巻く女たちの嫉妬、唇が触れる禁断の赤い果実、その先に待っているのは光か影か。これは過酷な運命を背負った少女の切なくも美しい物語である。浅羽優太主演、劇場版白雪姫、カミングスーン。何これ、何がカミングスーンなの？というわけで、この度ユータン主演のドラマ CD が決定いたしました。おめでとうユータン。さすがだねユータン。ちょっと待って、何なの？さっぱり見えてこないんだけど。ユータ、お前文化祭で白雪姫の格好しただろ。その時の白雪姫がもうめちゃんこ好評だったのね。はい、そこでみんなで白雪姫の劇をやっちゃおうと、まあそういう素晴らしい企画なのですよ。うわーい、何それ、いいよやんないで。ゆうたくんやらないんですか？やだ、ゆうたも一緒にやるな。ねえやろうよ、俺もっかいゆうたの白雪姫見たいのに。やるなー、いましょうよ。もうピーチクパーチク、なんなのうちのひな鳥たちは。観念しろユータ、お子様たちの遊びに付き合ってやるのも保護者の大事な務めってな。いや保護者じゃないから。はい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 、わかりました、やりますよやります。じゃあユータ、はいこれ文化祭の時の白ユタ姫の衣装。ねえ着るの？着なくていいじゃん、音だけじゃ伝わんないんだから。ユータくん、もはや伝わる伝わらないの問題ではないのですよ。よーし、では早速キャスティングに移りますぞ。白雪姫はユータンで決まりとして、その他の役は公平にくじ引きで決めたいと思います。はい、皆さん一本ずつ持ちましたか？それではいきますよ、せーの、ドン。僕小人です。お、俺お妃様。俺鏡。あ、ちょっと待て、なんで俺漁師と王子2つ書いてんだよ。ああ、それは漁師の出番が少ないから王子と兼任してやってくれってことで。なんで要が王子なの？それだったら俺がやるよね。ユータも俺の方がいいでしょ？いや要がいい。え、だっていくら演技でも身内とラブシーンはこっぱずかしいよ。じゃあなんで要はいいの？それだってほら、要が王子様やるとコントだし。おい、っていうかこびと僕一人ですか？皆さんお察しの通り、大変人手不足の中での演劇です。ナレーションなどは手の空いている人が進んでどんどんやるよう努めてください。いいですか皆さん、今回の成功の鍵はチームワークなのです。お前軽々しくチームワークとか言うなよ。うわ、一気にお先真っ黒になった。よし、じゃあみんな準備と気合はオッケーですか？はーい。それでは劇場版白雪姫、始まり。昔々ある国に、雪のように白く可愛らしい女の子が生まれました。その子は白雪姫と名付けられ、大切に大切に育てられました。でもある日、お妃様が病気で死んでしまい、王様は新しいお妃を迎えることにしました。新しいお妃は恐ろしい魔女でした。鏡よ鏡、この国で一番美しいのはどこの誰？白雪姫です。おいこらー！
初っ端から間違ってんじゃねえよ大根。ここはお妃様でしょ、ちゃんと台本通りやらんかい。俺の人生にシナリオはないので。知らねえよ。ああはいはい、じゃあお妃様、お妃様、あなたが一番綺麗、もう宇宙一綺麗。そんなあからさまな同情票いるかい。ああ鏡が。トニー、なんですぐそうやって感情任せに動くかな。しずるが直しなよこれ。知らないもん、ちいちゃん悪くないもん。全然可愛くないからそのすね方。ほらさっさとガムテープ。文字通り見事にひびの入った二人の中は修復されぬまま月日が流れ、その間にすくすくと育った白ゆた姫はそれはそれは美しい少女に成長しました。ふふ、うふふふふ、今日もいい天気。あら小鳥さん、ごきげんよう。そんなある日のことです。鏡よ鏡、この国で一番美しいのはどこの誰？もちろんこの私よね。いえ、一番美しいのは白ゆた姫です。何を言っているの？雪のように可憐な白ゆた姫がこの国で一番美しい。むきーい！なんてことを、小娘の分際で生意気な！誰か！誰か！怒り狂ったお妃は両親に白ゆた姫を殺すよう命じました。白ゆた姫を？いけません、お妃様、そのようなことを。えい、口答えするな。私の命令に歯向かおうというのならお前の命もないぞ。かわいそうな白ゆた姫。こうして白ゆた姫は両親に森の奥へと連れて行かれてしまいました。とさ、ジエンド。おい、終わっちゃったじゃねえかよ。いやだって要に捕まったのが運の尽きだよね。ねえ、その冷酷なメガネの前に無事でいられた者は一人もいまい。殺さねえよ。いや、殺さないなら茂みの奥に連れ込んで何をするつもりだったんですか。逃がしてやるんだろうが。ユータのユーは誘惑のユー。ドーン。違いますよ。ハンターって何のハンターだよ。森の漁師とか言ってカラメッチが一番の獣やんけ。ちょっとちょっと、危ない危ない、カラメッチ何、海はこっち向けてんだよ。何って、俺は森の漁師さんだからな。アホな猿をハンティングしねえとな。逃げるな。ちょっとカラメ君、そんなことしたら本当に話終わっちゃいますよ。もう、わかりました。もう一回やり直し。